コンテンツ全部見東大生 with ホロスターズ、誰でも見たくなるコンテンツの世界。最悪本当に時間ないときは、はい、もうこの3つだけやってるっていう感覚も。おー、3つあります。分かりやすい。ただね、これね、怖いこと言っていいの、うん、あやふややね。あ、嘘だろ。いや、でも、でもできると思う。だからさ、お題変えます。大丈夫です。あの、でも大川君、これ先に言っとくよ、難しい。本当に難しそうにしてましたね。わちゃわちゃホロスターズ。さあ、今日も始まりました、わちゃわちゃホロスターズ。うわー、どうも、本日 MC 務めさせていただきます、ユーゴグローベルです。よろしくお願いいたします。そして、はい、友達の荒上大賀です。よろしくお願いします。友達が来てくれました今日は。ということで、今日はこちらの企画をやっていきましょう。今日の企画、改めまして、コンテンツ全部見東大生 with ホロスターズ、誰でも見たくなるコンテンツの世界。イエーイ。はい、ということで、なんかコンテンツに関わる、なんかえらいでっかい括りですね、コンテンツ。すごいね、コンテンツって言ってもいろいろこうジャンルもね、結構あったりするイメージがありますけれども、ね、果たしてどういうものなのか、はい、なんか好きなコンテンツとかって、うん、オーガだったらあったりする？好きなコンテンツ、うん、まあ、漫画とかね、はい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 、あとはまあ、 あのプラモデルとか、うんうん、ああいうのとか好きよ。あ、そうね、まあ、僕は結構コンテンツで言うと、もう結構一個明確なものがありまして、まあ、僕はあのアイドルマスターという作品が ね、はい、大好きでございまして、はいはいはい、そういったものにもハマっているというのもあるし、好きなコンテンツはありますよね、やっぱね。そうですね。あと我々で言うとね、まあ、なんか物件みたいな、ね、あ、物件ね、好きな ね、 我々ね。そうね、物件とかもそうだし、俺はお料理とかもそうですね、お料理動画。あ、そうの好き。あの、自分で作るんじゃないよ。あ、お料理動画をね、そうそう、変な料理作ってみましたみたいなやつ。あ、はいはいはい、はい、とか好きかな。だから、そういう結構幅広いジャンルになるよ ね、いろんなジャンル、やっぱりね、それぞれみんなが好きなジャンルいっぱいあると思いますけど、はい、まあね、こういった形で、まあ、ただ今回コンテンツ全部見東大生 with ホロスターということで、東大生、はい、なんとですね、本日ゲストが来てくださっております。ご紹介をさせていただきます、はい、本日のゲストであり先生でございます、うん、コンテンツマスターちょめちょめクラブ大島康興さんです。よろしくお願いいたします。どうもお願いします。よろしくお願いいたします。コンテンツマスターでございます。もうコンテンツマスター、芸人をやっておりまして、ちょめちょめクラブというコンビで活動しておりまして、はい、コンテンツ全部見東大生というね、 YouTube チャンネルで映画やドラマの考察とかレビューとかをめちゃくちゃやっているという人間でございます。なるほど。例えばこう作品とかでいうと、このなんか作品とかのコンテンツが結構有名だよとか、なんか見てもらえたかなっていうのあったりしますか？あ、パラサイト半地下の家族っていう韓国映画がありましたけれども、それのレビュー動画を僕5、6本出してて、それが合計で多分100万再生超えてる。すごいみたいな。普通は1本しか動画出さないんですけど、はいはいはい、僕はもう話したいことが多すぎて、はいはいはい、1回見に行ったら2本ぐらい出して、もう1回見に行って2本ぐらい出してっていうのを、やってったらどんどん増えていったみたいな。あ、じゃあこう1回見たコンテンツをこう何回か見て、こう動画をその中でまた新たな気づきとかを経て、ね、ハマったらそうなるっていう。あ、そうなんですね。ちなみになんかそういうコンテンツにこう触れる、はい、なぜこう触れ合うようになったというか、もともとそういうなんかいろんなものが好きだったりはしたんですか？あの、もともとすごく厳しい家庭で育ってて、もうテレビもダメ、ラジオも、テレビもね、ラジオもね、みたいな、よし行くぞ状態の家で育ちまして、はいはい、でゲームもダメ、漫画もダメ、全部ダメで、もうポケモンとかも知らなかったんですよ、はい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 、子供の時に。で、中学生の時に、はい、ラジオだけ英語の勉強のために解禁されて、なるほどなるほど、でそこからラジオをいっぱい聞くようになって、お笑いが好きになって、はいはいはい、で、あともう本当に時効だと思うんですけど、はい、あのちょっとね、僕東大行ってたりとかして、ちょっとね、あの頭があの人より良かったりするんで、友達の作文をやるバイトを中学生の時にやってました。なるほど。それで映画を見に行ってみたいなことをこう、あ、読書感想文みたいなやつですか？そうですね、読書感想文とかレポートとかを、はい、レポートですよね、はい、やってそれを握りしめて映画館に行くというようなことをやってたので、1回の鑑賞でもう全てをつかみ取ろうという気持ちはその時になるほど。じゃあ、ね、幼い頃はこう封じ込められていたものが、はい、こう一気にこうこの機会にということでズボズボって奥まで深くまで行く感じになったんですね。はい、はあ、そう、さあ、そんなね、本日はちょめちょめクラブ大島康興先生をですね、うん、ゲストに迎えてやっていく企画がいくつかございます、はい、まずはね、一つ目の企画に参りましょう。絶対に見たくなるコンテンツプレゼン基礎編。
ということで、こちらですが先生、こちらお願いしても大丈夫ですか？はい、はい、僕今やってる仕事としては、はい、まあ、芸人としてね、ネタをやんなきゃいけないっていうのもありつつなんですけど、うんうん、はい、他でちょっと忙しくなっちゃってて、はいはいはい、こういう映画を紹介してくださいとか、はい、こういうドラマが今度配信されるんで紹介してくださいみたいなものがもう大量に送られてきて、はいはいはい、その中で面白いものを紹介するだけで、はい、起きてる時間が終わっていくっていう、はい、大変だ。でも送ってるんですけど、はい、やっぱりこう短時間でパッと見て、うんうん、でそれを見てない人に見てもらうために紹介するためのコツっていうのがいくつかあるので、はいはい、それをレクチャーしていきたいと思います。これは我々もね、いずれもしかしたらね、まあ、やっぱりね、我らもやっぱ話をしてね、盛り上げていく、はい、うん、ね、ことをやってますから。いや、そうですよ、知っときたいですね。ここから得られるね、アドバイスでね、テクニックなりなんなりあるかもしれませんから、はい、はい、お願いいたします。まあ、最悪本当に時間ないときは、はい、もうこの3つだけやってるっていう、おー、3つあります。分かりやすいやつ教えていただいていいんですか、はい、そんなものを今回、はい、はい、お願いいたします。一つ目はですね、はい、とにかく話せるとこまで具体的に話すっていうことですね。具体的に、はい、具体的に、例えばもうネタバレなんじゃないのこれって思わせるぐらいの、はい、こういう人がいて、はい、こうなってこうかと思うじゃん、そしたらこうなるんですよ、でみたいなところまでをかなり具体的に話す、はい、で、はいはい、その時に思う自分の感情まで具体的に話すっていうことですね。でこれはその作品の作り手がどう思うかっていうのはまあ一旦置いといて、はい、まあ、例えば、はい、まあ、マトリックマトリックスとカメラを止めるなを足して2で割ったような作品ですねみたいな。あー、なるほど。みんなが知ってそうなやつの名前出して、はい、言い方をすると、はいはい、まあ、結局主観なんで、はい、別にそれがあってようとあってまいと、はい、別に見た人が思うのは自由なんで、はい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 、え、でもどういうことという気になるポイントが多分高くなると思うんです、はい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 、なのでみんなが見たことある作品で、はい、足して2個で割って例えるみたいなのっていうのは、はいはい、結構感情の具体化というテクニックで、ほう、なるほど、ね、はいはい、なるほど。いわゆるジブリ作品であるとか、うんうん、あとエヴァンゲリオンとかカリオストロの城とか、はいはい、みんながなんとなく分かる作品を、はい、こう例えで使うっていうのはすごい使えるし、おかなりの確率で見たくなるなっていうのはありますね。確かに、ね、具体名出るとね、あ、そうなんだって分かるもんね、こっちもね、はいはい、これがまず1個目のアドバイスって感じですかね、はい、そして2つ目、はい、これは逆なんですけど、ほう、部分を隠すっていう、なるほどね、おお、難しいですね、また、はいはいはい、全部言うかと思うきゃ隠せっていう、もうこの先生はどっちなんだっていう感じかもしれないですけど、はいはいはい、まあ、この後にここから先はごめんなさい言えないんですよみたいな、あー、なるほど、これはいろんなプレゼンターのテクニックで見たことあると思うんですが、はいはいはい、ここはちょっとね、ネタバレになるんで言いづらいんですけど、はい、とある人物が最初のシーンで持ってるものが最後生きてくるんですよねみたいな、あー、なるほど、まだその映画もそのドラマも見始めてない人が、はい、どういうことみたいな、その知らないことが損してるような気分になるっていう、はい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 、はい、引き算のテクニックっていうのがこれまたありますね、うんうんうん、具体的でも必要だし、こう隠すこともやっぱ大事ってことですよ ね、うん、ね、どこか大事な部分は、そうですね、はいはいはい、これもさっきの感情の具体化とかなり近くて、はい、見てないのにもう見てるような気分にさせるっていう、なるほど、あ、なるほど、ことですね、はい、でこの2つはまあ徹底的にやったとして、はい、さらに時間が余ったりとか、はいはいはい、さらに聞き手がまだピンときてなさそうだなとか、はい、なんかこの人はだいぶアニメとか映画とかいっぱい見てきてる人で、あ、はい、まあ、まあそんな感じねみたいな顔をしてる時の割とダメ押し最後のテクニックっていうのがありまして、これはちょっと勉強が必要になってくるんですが、外堀から説明するっていう技ですね。外堀、ほう、やっぱ外堀は埋めろって言うもんね、結構ね、何でも何でも でもね埋めておけ言いますからね、やっぱね、はい、うんうん、外堀っていうのは、これは情報の外堀を埋めるっていうテクニックで、ほうほうほう、まずは内側からストーリー、味を説明しておいて、はいはい、まあ、っていう話がありまして、はい、実はこれが、はい、とある国の政権を倒すところまで社会的に影響を与えた作品なんですよ。なるほどね、はあ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 、作品が与えた影響的な部分を伝えると、なるほど、逆に歴史的にこれの作り手っていうのは、はい、誰々監督の映画を見て、うん、影響を受けて元々やってた仕事を辞めて映画監督になって作った作品なんですよ、はい、
とかっていう作品とは実は関係ない外側のエピソードで足すっていうことで急に見たくなるっていうのは結構あるあるかなと思います。なるほどね。でもこれ聞いただけでもちょっとね、まあまあまあなんとなくね、大事なところは確かにこうなんか聞いていくとそこやってるかもなみたいなのもあったりするもんね、うんうんうん、なんとなく雑談で友達に話してる時に友達がピンときてねえなみたいな、はいはい、こいつ帰っても絶対ネットフリックスで検索してくんないなっていう時にはこの3個のうち多分1個ぐらいしかやってないことが多いと思うんですよ。ほう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 。1個目の味を説明するしかやってないことが多分多いだろうなと。なるほどなるほど。思いまして、はい、着すっていうテクニックと外堀っていうところまでやってくれればかなりの高確率で見てくれて、その日 LINE で感想が来るという。ああなるほどね。まあ、結構我々もねなんか自分の好きなおすすめをこう視聴者さんに伝えることはあったりするもんね、うん、結構ね、うん、おいおい。これは確かに普通普段の配信の雑談とかでも全然使える使えそうなテクニックですね。確かにそうですね。ぜひぜひ使ってもらえれば、はいはい、いやでも確かにこれなんか実践とかしてみたいよね、ちょっとね。確かにね。かこれ聞いたらなんかどうにかしてみたいもんだけど、うん、なんかあったりするかねこうやるのは。じゃあこのあたりでちょっと企画をやってみましょうか。あら、はいはい、もう皆さんがよく知ってる物語を使ってプレゼンをやってみましょう、はいはい。逆に難しいかもしれないんですけど、はいはいはい、桃太郎を使って桃太郎桃太郎を見たことない、ほう、例えばちっちゃい子供とか外国の方とかに桃太郎を読みたくなる見たくなるにはどうすればいいかというプレゼンをお二人に対決していただきたいなと思います。なるほど、なるほどね。冷静に超難しいと思います先生からのお墨付き出たで、はい、むずい。まあでもやってみていいんじゃない。まあそうやね一旦ね、うん、どうするこれ先行後攻大事じゃない。結構確かに相手の、ね、手の内がね分かってからの方がいいかもしれない。先輩、はい、先輩ですよね逆パワハラ。何ですか先輩は先輩ですよね。あなるほど。あなた24時間雑談配信とかやってましたもんね。あ24時間雑談配信やったことあります、ね、そんな方ならば最近に見本見せてくれるんじゃないかなって俺は期待してるよ。ただねこれね怖いこと言っていい、うん、俺桃太郎があやふややね。あ嘘だろいやでもできると思う。だからさ土台変えます。大丈夫ですか。いや大丈夫です。桃太郎でいけると思います。要所要所分かってると思うんで。じゃ じゃあ俺からいく。あお願いしますよ。じゃあ僕からまず行ってみますか。あお願いします、はい。じゃあロベルさん、まあ、簡単なね尺で的な問題でね。あ、はいはい、こうサクッとサクッと、じゃあサクッとこの3つを押さえていけばいいと、ね、やってみてください。わかりました、はい、ちょっとむずいぞこんな大口切っといて難しいぞこれはい。じゃあ早速私からちょっとね桃太郎のプレゼンをねさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お手並み拝見。はい、まあ、まずですねこの話なんですけど、うん、まあちょっとね知らない方もいるかもしれないですけど、うん、この桃っていうのがねすごい大事になってくるんですよ。まず桃太郎っていうからには、まあ、やっぱりなんでその名前になったのかなっていう由来も大事になってくるわけじゃない。でこの話まあおじいさんおばあさんが住んでいて、まあ、おじいさんが山へ芝刈りに行ってでおばあさんはね川に洗濯しに行くわけで、何流れてくると思う。何流れてくると思う。桃太郎っていうキーワード、まあ、タイトルだけ分かっていたら川から何流れてくると思うかって話になってくるわけですよ。何流れてくるか、うん、桃なんですよ。桃がね流れてくるわけですよ。で、まあ、やっぱどんぶらこどんぶらことすごい大きいやつやったから気になるじゃん。で一回持ち帰るわけ、はい、で何かなと甘いかなと糖度どんぐらいかなみたいな感じでおじいさんとおばあさんが行くんですよ。帰ってくるんですよ。でそしたらね、まあ、何かが分かりませんよ。どう切ったか分かんない、縦か横か分かんない。そこはねもうご自身の想像通りですわ。もう縦に切るか横に切るかでね、もう中島みゆきの糸みたいなもんですよ縦の糸はあなた、横の糸は私か分からへんけれども、切ったらね男の子がいるんですよ。ベイビーがいんので、こいつね名前何になると思う。言い過ぎかこれはここまで行くとあれか、さすがにちょっとこれちょっと名前は伏せます。ちょっと大事になってくるんで。で持たせるんですよきびだんご。なんかどんどん成長していくんですって彼も健やかに成長していくんですって。で月日が経ちました。そしたらねなんか悪いやつがいると、悪いやつがいるんで、はい、あんた倒してきなさいよみたいな、町の平和をやりなさいよとそしたらおばあさんがね、じゃあちょっとあんたこれ持たせるからって頑張ってきなさいって形で、はい、きびだんごをね、お岡山の名物になってるきびだんごをねお渡しになるわけですよ ね。 なるほどね。でこっからですよ、仲間ができます。こんなやつ来るみたいなね、アベンジャーズかなみたいなあれみたいなやつがどんどんなってきます。一人だけ名前、一人だけ言います仲間になるやつ、犬です。あとのちょっとあとどれぐらい来るか分かりません。最終的にどうなるかはね
皆さんの目で確かめていただければなと思います。ちょっとここまで私のプレゼン終了させていただければと思います。なるほどね、はい、ありがとうございます。先輩の腕見したね、これやったね。まあなかなかやるんじゃないかな。なかなかいいとこまで。なかなかやるんじゃないかな。なかなかいいとこまで行ったでしょ、ね、なのでモーガ君、これ先に言っとくよ、難しい。本当に難しそうにしてましたね。難しいですね、やっぱこう知識がね、うん、入っちゃってるから、入っちゃってるものだからね、まあまあまあ、難しいとこありますよね先生やっぱね。でもね、はい、でもね、お、でも俺は普段配信で自分の好きなものめっちゃ紹介してるんで、はい、ね、いややってるわよ、ちょっと自信あるよこれは、はい、ではそのままオーガさん行っちゃいましょうか。オーガ行ってみるじゃん、はい、じゃあ俺のプレゼン、はい、オーガのプレゼンよろしくお願いいたします。はい、これはですね、だいぶ昔の話なんですよね。まだ電気もガスもない時代の話 で、 そうです、ね、とある田舎に老夫婦が住んでたんですね。老夫婦はもう自給自足の生活をしていてそう、おじいさんは山で作物取ったり、うん、ね、実を取ったりして生活してました、うん、おばあさんはそのおじいさんを支えるように、うん、洗い物とかを川でしたりとかね、してたわけです。自然にもう、ね、頼って生きてたわけですね。あ、そうね、お互いに協力し合って ね、 ね、ある時ですね、そのおばあさんが川でお仕事されてる時に何かがですね、うん、流れてきて、それがですね、うん、いずれ世界を変えるきっかけになってしまうんです、はい、その流れてきたもの、はい、まあちょっと言ってしまうと、うん、人が入った果実なんですよ、はあ、人が果実に入って流れてくるんですけど、はい、そんな遺体の知らないものをこの老夫婦は疑うことも知らずに、はい、なんと拾って育ててしまうんですよ。桃ですか。桃から桃に入っている子供をですよ。あ、なるほど、桃ではなく、そう、子供を育ててしまうんです、ね、はい、なるほど。その育った子供が、はい、その老夫婦ばかりか、はい、その近隣に住む住民たちがみんな困ってる、はい、化け物を退治しに行くという流れになるんですね、はい、ただやはり若者はそうそういないような田舎なわけですよ、うん、でそこで、うん、彼一人では化け物を退治できない、はい、仲間を探す、はい、そこで必要になってくるキーアイテムが、うん、なんとおばあさんがのお袋の味、はい、そのね、桃から生まれた子供を、果実が生まれた子供を育てるためにずっと作ってきた団子をですね、持たせることによってこれがキーアイテムになって、うん、なんとそこで仲間が集まってくるんですよ。ほう、でここから先の話に関してはもう結末まで続いてしまうので、はい、ちょっとね走らせていただきますけれど、はい、なんとこの話ですね、はい、ジャパンでいろんな会社の出版社が本を出してるんですよ、うん、普通ないですよね。だってジャンプの漫画はジャンプでしか集英社しか出さないじゃないですか、はいはい、そうじゃなくて、はい、もういろんな出版社が本を出してしまってるんですよ。なるほど、それぐらい、はい、とても魅力のある話なんですね。なるほどね。なのでぜひ皆さんこちらの桃太郎見てみてください。ちょっとこれはもうまずは先生に聞きますか、はい、一旦ね、我々のね、まずこうコンテンツプレゼンが、はい、桃太郎プレゼンがどうだったかっていう、まず先生にまず聞いてみましょう。どうでしたか、はい、先生、我々の、まあ、あんまり引っ張ってもしょうがないので、はい、言ってしまうと、はい、オーガさん圧勝でございます。イエーイ。いや、まあちょっと私も感じてはいました横で聞きながら、ああなるほどと。いや、お二人ともね素晴らしかったんですけど、ありがとうございます、はい、ロベルさんやっぱこう探り探りな部分が、まあそうですね、はい、多くてこう情報の出し入れの順番がね、はい、ちょっと最初あれもう言ってるけどなみたいなあ、そうですね、こととかもあったりして、はい、でも後半考察に寄ってくるというかね、はいはいはい、なんとなくこうそのストーリー説明っていうことじゃなくて、はい、こう見た人が面白がるような感想が多かったのかなっていうのに対して、はいはい、オーガさんは僕が言った3箇条をきっちり本当に全部入れて、まあ、そうですね、それに引き出してて、はい、いや、さすがだなという視点がやっぱまずその果実の存在を疑わないっていうところがね、うん、こう正直なおじいさんおばあさんなんだっていうところが、はい、こう桃太郎のまっすぐさともやっぱつながってくるなと思って、はい、なるほど、作品のテーマをやっぱり心から理解してる人のプレゼンだなっていうのがまず思いましたね、うん、まあ、俺は退治された鬼側ですからね。いや、まあそうだね。あ、なるほど、ね、恨みつらみもね、はい、恨みつらみもあり、そう、徹底的に今まで桃太郎を研究されてきたんだな、そういうことですね、うん、いつか戦うためにね、なるほどね、はい、あとキーアイテムを、はい、どう生きてくるのかっていうところを隠すっていうところも素晴らしかったですし、はい、やっぱり外堀を埋めるっていうところでね、はい、そうですよ、ジャンプと比較していろんな出版社から出てるというその視点は全くなかったですね。いや、さすがもう学んだことをすぐに生かしてください。めちゃくちゃすごい、ありがとうございます。素晴らしかったと思います。いや、本当に、まあ、でちなみになんですけど、うん、はい、僕がプレゼンするとしたら、はい、
まず、はい、一応仲間が集まってくるんですけど、はい、まあ、3人いますと、はい、1人目言いますね。じゃあ、はい、犬が来ます、はい、まあ、犬は分かるじゃないですか、はい、人間に、ね、忠実な動物なんで、はい、家来としてよさそうだな。猿が次来ます、はい、猿、まあ、結構賢そうだし、まあ、ほぼ人間みたいなところもあるので、はいはい、まあまあ戦力になると思う、はいはいはい、3匹目に来るのが、はい、まあ弱いのが来るんですよああなるほど、これ言わないでおくんですけど、はい、正直出てきた瞬間多分みんながっかりすると思います、はい、そうですよね何それっていう、うん、全く戦力にならないやつが来ます。そう、でそのアイテムのきび団子を消化できる器官があるのかっていうような生き物です、うん、そう、哺乳類じゃないです、まず言っちゃうと、まずね、が来るんですね、はい、でちょっとがっかりして、まあこれ実質2匹の家来なんじゃないかなと思っていたら、はい、鬼ヶ島に行くときに一番活躍するのが3匹目です。おもろおもろえプレゼンをすると思います。なるほどね、桃太郎ってこんなにおもろい作品やったそうよ、すごいね。物語自体が結構ねふんわりとしてる部分が多いから、うんうん、まあそうね、考察ってなると確かに広がり方がいろいろあるんですよね、はい、正直いくらでもできてしまうっていうところはあるんですけれども、いやでもとにかく大賀さん素晴らしかった。いやありがとうございます、まあ、ただね、はい、ちょっとこれじゃ終われません、はい、ちょ今回は桃太郎というテーマでございましたけども、うん、はい、もう一個だけやりませんか。いいよ全然、はい、俺はいくらでも。続きまして題しまして、絶対に見たくなる俺たちのコンテンツプレゼン。先生、こちらどんな企画になりますか、はい、というわけでですね、はい、今の僕のレクチャーと、はい、前哨戦となる桃太郎対決を踏まえてですね、はい、次は映画じゃなくてもいいし、はい、桃太郎じゃなくていいんで、はい、まだ、まあ、僕たちが知らないコンテンツの世界をお二人にプレゼンしてほしいなと思います。つまりお二人がとにかく推してるものを僕におすすめしてほしいっていう対決になります。テーマ決めてみる一回まず、はい、テーマね、お互いのテーマ、自分の好きなものをこう紹介するテーマだけまず決めちゃおう一旦、うん、何がいい？いやまあでも俺はちょっともう一個やるとしたらアイドルマスターシリーズになるかもしれないね。合いますね、はい、僕があんまり詳しくないんで結構いいテーマかもしれないです、はい、なるほど、はい、じゃあ俺はちょっと物語じゃないんで難しいんですけど、はいはい、まあ模型っていう大きなジャンルにしようかな模型僕疎いんでいいと思いますよ。本当ですか、はい、じゃあちょっとそれでやっていきましょうか、うん、すいません大賀さん、はい、ちょっと僕先輩なんですけど、うん、先行やってもらってもいいですか、最初はさっき僕先行やったんで、まあ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 、うまかったですし、ちょっとまあまあいいでしょう、いいですか、じゃあまあ俺からやっていきますか今回は、ね、じゃあちょっとやっていきましょうか、はい、はいはい、お願いします、お願いいたします。まあですね、はい、私がおすすめするプレゼンするものは、うん、はい、模型、まあ、その中でもですね、はい、まあ、いわゆるガンプラというものをですね、うん、ちょっとプレゼンしていきたいと思います、まあ、はい、ガンプラが何の略か、分かんない人いると思うんでちょっとそこだけ説明しますね、はい、機動戦士ガンダムという、うん、まあ、有名なアニメがありまして、うん、そこに出てくるメカニックですね、はい、まあ、モビルスーツって言われる、まあ、人型の兵器がたくさん出てくるんですけど、はい、それをプラスチックモデルにしたものがガンプラというものになっています、うん、でですね、このガンプラというものがですね、はい、どれぐらい出てると思います？ちなみにですね、はい、俺も詳しくは知りません、はい、ただ年間で100以上出てるっていうのは聞いたことあります、はい、要するに1年に 100個以上出てる、それぐらい人気がないと出せないじゃないですか、はいはいはい、でそういうシリーズなんですよね、はいはいはい、なんで、ね、昨今やっぱりちょっとね巣ごもり需要みたいな感じで、うん、お家でできるもの、うん、趣味をしたいっていう人が増えてますけれども、はい、そんな中で結構今流行ってるのもガンプラなんですね、はいはいはい、何が魅力なのか、ガンプラ、プラモデルの何の魅力があるのかっていうのをちょっと説明しますとですね、はい、まず、まあ、最初ね、うん、ちっちゃい部品がもう箱の中にもうねひしめき合ってるんですよ、はいはいはい、何が分かんない、もうこれこのパーツってどこの何なのっていうところのものからね、うん、もういっぱい入ってるんですよ、はいはいはい、で説明書のピラ、紙が1枚入ってて、はいはい、ね、もう最初何していいか分かんないと思うんですよ、はい、最初何にも知らない人を見たら、うん、はいはいはい、でも説明書見るじゃないですか、はい、もう説明書見てちゃんとこのここに番号を振ってます、はい、この部品とこの部品をくっつけますっていうのを一個ずつ一個ずつ見ながらちゃんとやってるといつの間にか出来上がってるんですよ、はい、普通に説明書見ながら多分ね今しかも結構やったことない人向けの初心者向けアイテムってめっちゃ出てて、はいはいはい、道具がね何もいらないのもあるんですよ。なんかプラモデル作るときってなんか接着剤いるんだろうなとか、ね、切るやつプラスチックを切るようなニッパーとかいるんだろうなみたいな、うん、あと色塗るんだったらなんか、ね、塗料とかいるんだろうなみたいな、いっぱい必要なイメージあるじゃないですか、はいはい、何にもいらない、
もう手でそのパーツをもぎ取って作るだけでなんと目の前にガンダムが出来上がってしまうというようなものまでできてるんです。要するに初心者も全然やりやすいし、うん、さらに初心者から一歩先に行くこともできてしまう、うん、例えばですね、まあ、出来上がったけどなんかまだちょっとやっぱりプラスチックの塊だし、うんうん、少しチャチい見た目だなとか、うん、もうちょっとなんかアニメのあいつらはもっとこういう風になってたなみたいな、はいはいはい、いろんな理想があると思うんですよね、はい、その理想に近づけるためのテクニックがてんこ盛りなんですよ、はいはいはい、いろんな人がもう作ってるものなんで、はい、こういうテクニックをするとアニメに近づくよとか、はい、こういうのを入れるとかっこよくなるよみたいな、うんうん、テクニックがもう無限にあるわけですね、はい、でそれを自分の中で拾ったりとかしながら、はい、自分の理想に近づけていくっていうような、はい、育てていくような要素もあるんです、うん、プラモデルって育てられるんですよ。知ってました？いやちょっと存じ上げなかったです私、はい、でさらに言うなら、はい、無限に時間を使うこともできるし、うん、簡単にサクッと10分ぐらい作ることもできてしまう、うん、もう幅の広さ、うん、もうやれることの多さ、はい、そういう意味でね、はい、本当に魅力です。なので、はい、家で 何もすることないなって時に1個これがあるともう時間が潰せてしまうので、はい、なるほどね、ぜひとも皆さん作ってみましょうということでプレゼンでした、はい、難しいなこれいやすごい、いや素晴らしいです。全然難しい、なんかモータルより全然難しい、自分のね好きなものほどやっぱ難しくはなるよね、やっぱ ねやっぱり情報を切りながら喋ってるんだろうなっていう感じが、はい、そうすごい分かりましたね。これも喋りたいんだろうなっていう、いや、はい、なんかねやっぱり物語じゃなくて今回俺の趣味の話だったんで、うんうんうん、物語だったらこうこの後こうなるんですよって言えるけど、はいはい、コンテンツというか、ね、の商品の話だとないじゃないですか物語。まあまあ確かにいくらでも喋れてるんですね、だからね難しいなと思いながら、ただまあいろんなその幅の人たちが楽しめるもんだよっていうのを伝えたいっていう感じで、はい、ちょっと喋ってみました、ね、はい、はい、いや良かったんじゃないでしょうか。 ありがとうございます、うん、ではそのままロベルさん、ちょっとこれむずいね。なんかね緊張してもいるよ俺は今。あれちょっと高校を取ったの間違いだったよね。ちょっと間違いだったかもしれないですねこれはね、はい、いやでもロベちゃんもいけるって、いけるかな、やってみなよ。ご自身のオリジナリティで勝負してほしいと思います。はい、はい、させていただければと思います。ではよろしくお願いいたします、はい、私がですね今回、まあ、皆様にご紹介させていただくのは、うん、アイドルマスターという、ほう、まずシリーズ、ちょっと皆さん聞いたことはあるかもしれないんですけども、ありますね、現在ですね、まあ、これ2005年にまずサービスが開始されまして、うん、いろいろねあの作品があるんですけれども、うん、アイドルマスターの中にも現在総数、まあ、アイドルがね主題となっている作品にはなるんですけれども、うん、現在何人いると思います？全部でアイドル300人以上、300人アイドルマスターはアイドルの数が多いということで、学校1個分ぐらい、学校1個分ぐらいあります。その中でもまあ一つね、やっぱまあ、アイドルにこう、うん、いろんな個人にこうフューチャーしていくこともあれば、うん、結構幅広く1個の作品ではですねアイドル190名、うん、登場するアイドルマスターシーズンの中の作品もありまして、なので結構こう一人一人のこう密に付き合うこともできながら多くのアイドルの中から探す自分の好きな子がね見つかりやすいっていうところでも、うん、まずですねやっぱアイドル文化が好きな方は好きかなっていう、なるほど、まず自分の好きな子が絶対に見つかるコンテンツだと思います、これに関しましては。なるほどね、はい、どんなね、やっぱ300人もいると、うん、まあ、いろいろやっぱアイドルとかなるとキャラクターのと属性があるじゃないですか、うん、まあお姉さんであったりだとか、うん、そういったキャラだとかツンデレであったりだとか、はい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 、絶対自分の好きなアイドルがまず絶対に見つかるシリーズだと私は思っておりまして、はい、まあ、さらにですねこちらに関しては何が僕一番好きかっていうとこのアイドルマスターシリーズのやっぱねキラキラしているというか、キラキラしている、うん、これね大事なのが、うん、やっぱ我々こう男の子と結構女の子の作品が好きになったりすることもあるじゃないですか、うん、あのキラキラしている女の子だけでなく、うん、男の子もいるんですよアイドルマスターシリーズで、ね、サイド M っていう形でね、はい、なのでキラキラしているもうアイドル、もうアイドルというものを二次元であるが感じれる、うん、コンテンツだと私は思っておりまして、さらに結構、まあ、どこから入ればいいかなって思う方はねいっぱいいると思うんですよ。アイドルマスターシリーズやっぱすごい作品も多いしキャラクターも多いし、言ってみたら楽曲の数も半端なく多いと。でも逆に考えてみてくださいと、どこからでも入れるじゃないかと。アニメからも入れるで、好きな楽曲があったらそこからも入れる、うん、といったら声優さんがライブもやってらっしゃいますから、うんうん、そういう声優さんが好きな方もあこのキャラクターをやってるんだという形でライブからも入れるという形で、はいはい、はい、いろんな入り口がもう数多くあるっていうのが、ね、すごい魅力だと思っておりまして、で楽曲が好きになったらそれを歌ってるキャラクターのことがもっと深掘りしたくなるじゃないですか、うんうん、気づいたらもうインストールしてるんですよ気づけばもうインストールしてるし家庭用ゲームで遊んだりするわけですよ。なんか入り口が広いってやっぱコンテンツとしてはやっぱ楽しいじゃないですか。好きな曲あるとか好
きな子がいるとか、なんかこういう、あ、でも男の子もいるんだみたいな、でかっこいい曲ある、かわいい曲あるみたいなところでね、いろんな入り口があるこのアイドルマスターシリーズ、ぜひね皆さんも気になった方は見ていただければなと思います。以上です。いや、お二人とも素晴らしかったですね。いや悩むな。あら、先ほどとは打って変わって、打って変わって、先ほどはもう先生はもうむごいことはしないと。いや、ロベちゃん今明らかに桃太郎と違ったもんだって。ロベルさんがこの10分で急成長されてる。いやー、ありがとうございます。いや、やっぱでも好きなものを語るっていうのはね、はい、そうね、やっぱりお二人はできるだろうなと思ってたんですけど、はい、ここまでできるとはという感じで、嬉しい。いや、バラエティ的には NG かもしれないんですが、はい、ドローということで。うわー、いやでもこれがね、いやでもね、お互いね、うん、聞いてて楽しかったもんね。いや、そう、なんか興味持ったもんね。やっぱ俺ガンプラ全く分からないからさ、そういうなんかプラモデルとかも俺やったことがあんまりないから、はい、まあ、気になるもんね、はい、道具使わないんやと思って。そうよ。いや、でも本当にもうこのままね、ダダ漏れして1時間喋れちゃうような。そうですね、熱量をお二人ともに感じましたし、はい、やっぱり僕が最初にね、ちょっと注意として言った、はい、自分だけが知ってることを言ってもしょうがないよっていうところに二人とも配慮されてて、はい、入り口を二人ともちゃんと設計してくれたんですよね。はい、こういう風に入ったらいいんじゃないかっていう。うんうんうん、でお二人とも一個の入り口じゃなくて入り方を何通りも提示してくれてたんで、はいはいはい、これはそれぞれのお話を1時間ずつ聞きたいなっていう感じになってしまってですね、はい、お二人の愛にちょっと僕は優劣をつけられないかなと思ってしまいました。まあ、ドローというよりはもうお互い勝利という感じですかね。そうですね。もうね、はい、ドローというよりはね、はい、お互いが興味持ったんだから、お互い勝ち、お互い勝ちだね、これはね。そういうこと。そうですね。やった、はい、嬉しい。そもそも今回の僕の授業必要なかったんじゃない。いや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 、しますけどね。いや、でもお二人ポテンシャルがさすがでございました。本当にありがとうございます。僕も超楽しかったです。いや、ありがとうございました。本当に楽しかったです。ありがとうございました。本日はめちゃくちゃ勉強になったしね、なんかまた僕もなんかいろいろコンテンツの動画見たいと思いました、すごく。あ、今回桃太郎の話だけでもなんかすごい興味を惹かれてしまった。うんうん、桃太郎の動画はね、ないんですけどね。なんかいろいろな、ね、動画も上げてらっしゃるかと思いますので、はい、ぜひとも興味あればよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。以上、本日のゲスト、ちょめちょめクラブ大島さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでございましたけれども、うん、今回コンテンツをね学ぶということで、うん、大島先生をお招きしてやりましたが、どうでしたか、大川君。いや、でもやっぱりね、うん、普段意識せずにその配信でやってることを、はい、やっぱりコツとかを聞いて意識してやっていくようにできるようになった気がするんで、うん、非常に今後の活動のためにいや、そう ね、すごい勉強になりました。そうね、我々だってね、うん、こうもしかしたらこう何かをプレゼンする機会を設けられる可能性もね、まあ、なんならだってね、そこそなんかずっと前のアイマスのはい、やってましたからね、ありましたし、うん、あれも要するに紹介したりとか。いや、そうよ、要所要所をね、つまんでこう喋っていくわけですから、なんかそう、ね、大事さをね、気づかされたね、やっぱ改めて ね、改めてポイントとかを聞いて本当に、うん、あ、大事なところ分かったって思ったんで、はい、まあね、わちゃわちゃ殺さずね、今後続いていきますのでね、はい、どうぞ見ていただければと思います。そうですね、また次回のわちゃわちゃ殺さずもお楽しみということで、最後はね、あの言葉で締めたいと思います。はい、ではせーの、おつスター。ずっば、ホロスターズ所属 VTuber の 3D アニメスターズコレクション配信開始。毎週金曜日19時より好評配信中。ホロスターメンバーのあんなことやこんなことが見れてまうかも。みんな公式チャンネルをチェックしてやー。